ですえー、っと、携帯の iPhone の、えー、ガレージバンドを使っている方からの質問で、えー、iPhone でガレージバンドやってるときにコードパッドっていうのがあったりギターの形してたりベースの形してたりするコントローラーが画面出ますよねあれを MacBook 版のガレージバンドでやりたいっていう人がいたのでそれについてのご説明をさせていただきますえっと、この 画面の中には、えっと、そういうコードバットみたいな機能はないっす。ないので、これを使いましょう。クイックタイムプレイヤーじゃない。えっと、これ。ロジックリモートをダウンロードっていうのがございます。ロジックリモート。で、ロジックリモートっていうのは何かっていうと、えー ガレージバンドとかロジック両方使えるコントローラーアプリです。で、このアプリを使うと、その同じこと、ガレージバンドと同じことができるようになります。ほい、これですね。ピン合ってるかな。このロジックリモート。 ロジックリモートを起動すると MacBook に接続しますみたいなのが出ますでこっちの画面の方にも、えー、接続していいですかと接続んうん接続できましたねこういう画面が出ます で今、縦置きしてるじゃないですか。これを横置きしたりすると、今、リージョン、えーと、トラックの方で、ドラマーのトラックが開かれてます。そうすると、ドラムの音源がなります。コントローラーになるんですよ。繋いでなくても。ちゃんとこっちの方で、音出てますね。 要は iPod iP じゃないね iPhone の画面を触ることでこっちに入力ができますこうなんていうのかな録音状態であ今の録音状態ではできないですねえっ、ー、とそれと同じでえっ、ー、と例えばキーボードギターを使いたい場合はここで、えー、ソフトウェア音源開いていただいて作成 そうするとこんな感じで見慣れた携帯ガレージバンドのやつが出ますねそしたらここを今ドラマーのリージョンがあるので 110bpm でちょっと録音してみましょうそうするとこのように えー、コントローラーとして iPhone が使えるよと。以上。